パリゴリンの体操女子団体で金メダル、個人総合でも銅メダルを獲得した米国代表のスニサリーはツインズ戦で過去2度始球式を行っている。ツインズはメダル獲得に際し、始球式の映像を SNS に再投稿して祝福。驚きの投稿が間違いなく史上最高、一番好きな始球式とファンの注目を集めている。 ミネソタ州セントポール出身の21歳で、東京五輪では女子個人総合で金メダルを獲得。2022年8月5日、日本時間6日、2023年7月21日、同22日にはツインズ戦で始球式を行っており、球団は1日、同2日、X、w ツイッターで昨年の映像を投稿し、 パリ五輪リでメダルを獲得したリーを祝福した。ツインズのユニフォームにジーンズ姿で登場したリーは、始球式ではマウンドからステップし、足をピンと伸ばして前中。着地するとボールを投じ、驚きの難体に場内はざわめいた。今回の投稿にファンからは、おめでとう、と祝福のコメントや彼女はとてもクール。おそらく MLB の試合で一番好きな始球式です。 映像をまた見ることができて嬉しいです。おめでとう。彼女は本当に素晴らしい。どうやったらこんなことができると投球フォームに驚く声が寄せられていた。